せが。あーしんど、池田松園。よっぽど古いお話なんでございますよ。私のじじいの子供の時分におりました、サンという猫なんでございます。ミケだったんでございまして、なんでもそのじじいの話に、おばあさんがお嫁に来るときに、じじいのお母さんなんでございましょうね、先週堺から連れてきた猫なんでございますって。ずいぶん長く家に18年もいたんでございますよ。大きくなっておりましたそうです。もう耳なんか厚ぼったく五分ぐらいになっていたそうでございますよ。もう年を取っておりましたから、まるでご隠居様のようになっていたんでございましょうね。冬こたつの上に丸くなって寝ていたんでございますって。そして伸びをしまして、ニュッと高くなって、あーしんどと言ったんだそうでございますよ。きっとおばあさんはこたつへ当たってメガネをかけて本でも見ていたんでございましょうね。でびっくりいたしまして、この猫はきっと化けると思ったんです。それから捨てようと思いましたけれども、いくら捨てても帰ってくるんでございますって。でもおとなしくて何にも悪いことはあるんじゃありませんでしたけれども、私のじじいは口を聞くから怖くって怖くって仕方がなかったって言っておりましたよ。じじいは私どもの知っておりました自分でも、猫は大嫌いなんでございます。私どもが好きで飼っておりましても、猫は化けるからなと言ってるんでございます。でじじいは猫をあんまり可愛がっちゃいけないいけないって言っておりましたけれど、その後の猫は化けるまでいたことはございません。終わり。池田松園さんのあーしんどっていうお話でした。すっごい短い話だったんだけどね、短い話だからちょっと選んで朗読してみたんだけれども、可愛いお話だね。あーしんどって、何があーしんどいのかなと思って読んでみたら、猫がねあーしんどってそんな猫見てみたいと思ったけど、化け猫化け猫って言うけどね、見たことないもんね。やっぱ妖怪と一緒なんかな、化け猫も妖怪なんかな。化け猫のお話ですかね。本当に果たして本当にあーしんどって言ったのか、おばあさんがね勘違いして聞き間違えても、あーしんどにゃーあーしんどで泣いたんかな、なんかちょっとにゃーってあーしんどって違うかな、あーしんどって言ったんかな。不思議だね。可愛いから会ってみたいなって気もするけど、悪さは全然しなさそうだしね。でも猫とか犬とかね、他の生き物と会話ができたらどんなに楽なことかという気もするけれどもでも第一声がああしんどそんなことある。しかも冬こたつで丸くなってああしんどっていやあったかろうって面白いあっていうお話でした。いかがでしたでしょうか。多分読む機会あんまりそんな多くないんじゃない、他の有名どころじゃない、なんだ芥川龍之介さんとかさ、すごい有名だけど、池田松園さんって私実はちょっと名前読めなかったぐらいには分からなかったんだけど、有名な方だと思うんだよ。でも多分ね、分かんないんだけどね、私そんな詳しくないから。でもちょっとこういうのもね楽しんで聞いてもらえたら、そしてまた読んでもらえたらいいかなと思います。そして今日もご視聴ご清聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やグッド評価をしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の朗読で、次回の朗読じゃなくてもどこかでお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。まよでした。